2020年に創立100周年を迎えたマツダは100周年特別記念車の販売を開始した。記念車は R360 クーペをモチーフにした白と赤を基調とした内外装、100周年記念バッジやロゴが追加された。マツダ R360 クーペ、100周年特別記念車、マツダのライトウェイトスポーツカーロードスターに新たに追加された100周年特別記念車は、エクステリアカラーにスノーフレークホワイト、パールホワイト、ソフトトップモデルにはダークチェリーのソフトトップを採用。フロントフェンダー部やフロアマットには100ジアーズ1920の2020と書かれた創立100周年記念バッジが入れられている。またセンターホイールキャップやヘッドレスト、100周年専用化粧箱入りのキーホブには創立100周年スペシャルロゴが刻印されている。スペシャルロゴはマツダの前身東洋工業のマルコーマークと現在のブランドシンボルマークを重ね、一つのグラフィックとしてまとめた。マツダロードスター100周年特別記念車、ソフトトップモデルの100周年特別記念車のベースとなるモデルは 1.5 リットルガソリンエンジンスカイアクティブ G1.5 を搭載する S レザーパッケージ、FR の駆動方式を採用し、トランスミッションは2種類を用意。6速 AT モデルの価格は339万4600円で、6速 MT モデルが327万9100円。リトラクタブルハードトップモデルの100周年特別記念車のベースとなるモデルは 2.0 リットルガソリンエンジンスカイアクティブ G2.0 を搭載する VS、同じく駆動方式は FR でトランスミッションも2種類。6速 AT モデルの価格は387万3100円で、6速 MT モデルは384万5600円となっている。マツダロードスター100周年特別記念車発売は2020年7月以降で、受注は2021年3月末までとなっている。